サウサンプトン級軽巡洋艦とは、イギリス海軍の軽巡洋艦の艦級である。本級は、イギリス海軍が1936年に締結した、第二次ロンドン海軍軍縮場。写真は、日本海軍の最上型、最上、条約排水量を超過した設計で15.5センチメートル砲を15門も、搭載できた。第二次ロンドン海軍軍縮会議以降に、 日本海軍が建造した 15.5cm ルを15門も、持つ最上型軽巡洋艦に対抗すべく小型、多数をドクトリンとするイギリス海軍も大型の軽巡洋艦を建造する方針に切り替えた。これがタウン級グループである。本級は第一ぐる。本級の特色として、既存の軽巡洋艦の手法は6から8門であった。ところを1.5倍の12門に火力を増強したが、 全級までに採用されていた連装砲塔なら6機が必要となって、関係の大型化を招くために新設計の3連装砲塔で4機を搭載した。防御面においても、対 15.2cm 砲防御を念頭において設計され、機関区の水線部減速防御は最圧部で 114mm に達した。また、水蒸気の索敵能力も強化すべく露天で1機搭載していた。 水蒸気を専用の格納庫で整備できるようにしてあった。しかし、排水量に比較して要求性能が課題で余裕がない設計であったため、戦況の悪化に伴う、対空火器の増加を補うために、主砲塔を一機を下ろさなければならなかった。日米対抗艦より3連装砲塔が一機、少ないが、それでも攻防力と公揚性に優れ、以後の英巡洋艦の原型になった。 対戦中の喪失を除き、全艦1950年代まで艦隊で使用された。写真は、シェフィールド。外洋での本級のしのげな未成がよくわかる写真。本級の基本デザインは、リアンダー級の拡大型として、設計を一新しており、監視還元の高い挑戦首動型戦隊を採用している。軽い視野のついた、監視甲板から15.2センチメートル速射砲。を、 三連装に収めた主砲塔を背負い式で2機、船体に比して大型の刀型環境と軽量な三脚型の全部マストが立つ。写真はサウサンプトン。機関のシフト配置のために2本煙突は前後に大きく離され、その間は水蒸気施設となっており、一番煙突の基部は水蒸気格納庫となっており、中央甲板上に中心に対して直角に、 埋め込まれたカタパルトを挟んで2番煙突の基部にクレーンが片元1機ずつ計2機が配置された。これにより原則甲板上に配置された関西艇置き場の関西艇と水蒸気は運用された。2番煙突の後方は対空滝が集中しており 10.2cm 広角砲を連装砲画で片元2機ずつ計4機を配置し、 その下部の原則乾板上に五十三センチメートル魚雷発射管が三連装で、片元一機ずつ、計2機配置された。後部見張り小規部として、単脚式の後部マストが一本立つ。後部乾板上に三番四番十五点二センチメートル三連装砲塔が後ろ向きで二機が背負い、式配置された。写真は、グラスゴーの、監守側手法等、本級の手法は、 新設計のマーク育水1 5 2センチメートル速射砲である。本級はイギリス海軍の巡洋艦では初の三連装砲塔を採用したが、三連装砲塔自体はイギリス海軍のネルソン級戦艦ですでに採用されていたが、本級のものは三門の方針の内中央部の方針が奥まった特徴的な設計であった。これは各砲の発射衝撃が互いに干渉し合い、 散布界を広めてしまう欠点に対応しようとしたものと考えられている。その性能は同世代の連合側では軽い5 0 8キログラムの砲弾と最大射程2万3 3 0 0ルという比較的平凡なものである。不要能力は行角45度、深覚五度である。各砲塔は単体守備線方向を0度として左右150度の社会を確保する。 発射速度は毎分8発,発であるが実用上は6発程度であった。写真は原則に2機配置された1 0 2トル連装広角砲。広角砲は1930年型1 0 2トル広角砲を引き続き採用している 15.9kg の砲弾を行角45度で1 8 1 5 0ル、最大行角80度で1 1 8 9 0ルの 高度まで到達できた。左右方向に170度旋回でき、不行は行角80度、深く10度であった。発射速度は毎分15発だった。これを連装砲がで4機8門を搭載した。他に 4cm ポンポン砲を4連装砲がで2機、12、7mm 機銃を4連装砲がで2機搭載した。魚雷兵装は53、3トル3 連装魚雷発射艦を片原1機ずつ、計2機装備した。機関は、アドミラルティ3動式重油戦勝水艦艦4機に、パーソンズ式、オールギアードタービン4機4軸と組み合わせて、最大出力 72,500SHP、最大速力32.0ノットを発揮した。機関配置は、主艦を2機ずつを前後に分けて配置するシフト配置を採用しており、そのために、 煙突の前後が広く離れている。出力は75000割だが船体形状の改良により、速力32ノットを発揮し、速力12ノットで12000回りを航行することができた。世界の感染増加第46週 P128。ありがとうございます。